あ、さっち部屋綺麗です。ありがとう。腹ごしらえ大事。なんと料理できる。料理、そうです。まあ今日は鍋だから煮込むだけだけど。いただきます。プリンちゃん。これは実はさっきピノも食べました。最初雑談、わー幸せ、プリン何日ぶり、間違えた、何年ぶりやろ、いただきプリン、うん、半分食べて半分は食べ終わってから食べますので、しばしお待ちを。ありがとう。あ、もうまた忘れた。ちょっと一瞬切っても大丈夫ですか？鍋を作りながらコメントを読もうと思ってたんですけど、今一番ちっちゃくしてるから見えない気がしちゃって、大きくしようって思ってて忘れてた。ここからできないよね。本当に一瞬で戻ってくるから、ま、いいですね。ありがとう、みんな待っててくれて。ただいま。あ、いい感じだ。あ、そう、大にしてみました。中じゃなくて小だったんですけど、美味しい、本当に美味しい。プリンもギリセーフみたいですよ、甘いもんの中だったら。うん、ブログありがとうございます。そうです、ブログが更新されたので、ぜひ見てくださると嬉しいです。あの、なんていうの、サムネみたいので、そう、行ってきたんです。なんかバチバチしてるね、画面が。よし、プリンです。ちょっと半分食べたので、パイキプリンちゃんは一回冷蔵庫に帰ります。よし、それではサッチークッキング、どうしよっかな。サッチ、ちょっと落ちちゃった。サッチ鍋が大好きなのはご存知でしょうか。サッチんち今鍋のね、根元がね、4種類もあるんだよね。豆乳と鶏だしうま塩とキムチとアサリとホタテのうま塩など、この4種類があるんですけど、もう決まってます。今日はアサリとホタテのうま塩など、こんにちは、こんにちは。鍋大好きじゃん。そうなんだ。そう、涼しくなってきた。えっ、めっちゃニンニク匂いする。ニンニク香るって書いてあるんだけど、そう、涼しくなってきたから、鍋のこういうのが、こういう、なんていうの、はい、プチッと鍋です。プチッと鍋がたくさん増えてたから嬉しかった。これを作ります。ちょっと どうしたらいい。もう普通に作ってもいい？もう普通に作るね。もう黙々になったらごめんね。水150につき1個。こんにちは、こんにちは。
今日初めての着座料理。あ、でも150足りるかな。前のなのに、なんでかっていうと、あ、手は洗いました。150入れて、野菜入れたら薄まるから。なんだこれ、なんか Wi-Fi 悪い、もしかして。大丈夫？こんばんは、こんばんは。なんか、うわっ、あ、待って、どうしよう、明日。ちょっと待って、どうしよう。電波悪いよね、かなり悪いのか。配信がクチクチなのよ。いや、大丈夫でしょ。Wi-Fi、あ、キッチンの電波が届きづらい。確かに。あ、めっちゃ悪いんだ。ドア開けたら Wi-Fi が、 Wi-Fi が届くとかある？どうしたらいいんだろう。違うこと、なんでだ。どうだろう。ちょっとキャベツ取りますわ。キャベツは、あ、全然いきますね。一応新しいのも買ったんですけど、あ、くるくるしてる。あ、めっちゃ苦い匂いするわ。明日メンバーの方と会うんですけど、大丈夫だと思いますか皆さん。私すごい心配になっちゃった。あ、よくなった、よかった。大丈夫かな。明日はメンバーの皆さんと会うご予定があるんですけど、ちょっと傷んでる部分だけ切りますね。キャベツさん、あ、いけそう。え、どうしよう、大丈夫かな。ユーニーさんはね、好きですからね。ちょっとゴミ袋、ゴミ袋。牛乳飲めばいいの。でも牛乳買ってないや。豆乳はね、数週間前のまだ。ごめんなさい、数週間前は嘘です。1週間前。鍋作る配信かな。そうです。あ、キャベツいらなかったかも。ちょっと怖いな、座ってやるの、ね、やっぱ怖いので立ちます。めっちゃさ、ニンニクにする。それしか言わないぐらいニンニクにする。大丈夫かな。なんかさっち、ニンニクの匂いがするって言われたらどうしよう。さっちショック。そんなの、こんにちは、こんにちは。
チャ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 。そう、にんにあっそうっていうの、確かに。そうですか、今食べてない。いや、そしたら本当に臭い人みたいな。手元が見えないし顔も見えないっていう最悪な事態。どっちがいい？手元がいい。ニンニク臭でもいいか。ありやっぱ座ってやろ。チャ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 、こんばんは、こんばんは。サッチーしかも、手元を見る、見たい感じ。すごい、本当に料理配信みたい。手元にする。大丈夫でした。こんばんは。ニンニクカラー顔が見たい感じ。じゃあ顔にしますわ。じゃあこのアングルで怪我しないで。ありがとう。そう、ちょっとね、それは思った。ちょっと本当にね、私トラウマなんですよ。一回ガラスで切っちゃったことあって、切るのがトラウマなんで。ちょうど何を鍋を食べられてる山菜と嬉しい。鍋を食べます。作ってます今。ザク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 、ね、数日前のキャベツの腐ってないかをチェックしつつ食べます。絶対大丈夫。茎はあります。なんかさ、キャベツとかって意外とシュンってなって、コメントで手元、ありがとう、優しい。手元はね、ほんと大事。そう、実はの話なんですけど、私千秋楽前で、そう、その千秋楽前でガラスで切っちゃって、絆創膏してたのは見えましたか？3日の時絆創膏してたんですよ、人差し指で。結構深く切っちゃって、曲げれないぐらい切っちゃって、そう、前日にそう切っちゃって、マイク持てないかもしれないよってお母さんに大泣きで電話しました。いや、まあ初めてね、切っちゃったから、そう、今思ったらね、冷静に対処っていう技があったかもしれないけど、そう、怖かったので、ね、恐怖です。トラウマ、トラウマ。いいだね、そう。そう。さっち、やっほー。無心でキャベツ切ってた。これは全部入れます、今日キャベツくんは。4分の1玉ぐらいだったけど。ほら、やっぱいるかもしんない。にプチッと、やばい、キャベツが床に落ちちゃう。やっぱにプチッとするべきかもしれない。豚バラありますか？豚バラです。今日はキャベツサッチ。そう、キャベツ、キャベツめっちゃいりました。ありがとう、優しいお言葉。私も豚バラ、豚バラ、ちょっと待って、豚バラ、手がね、汚れちゃって。あ、ネギシューなんかいいですね。もう火をつけておきます。そしてもやっちー、もやっちー、あ、にう
いです。カメムシって言ないで、やだやめてよ。こんにちは。こんにちは。もやっちはでももやっちって開けたら一瞬に腐りません？あ、今夜は鍋にします。いいね、おそろっち。でもまあ大量に作って明日の朝食べてもね。え、もやしってあ、足早いってそういうことか。そう、もやしはもう一瞬で、そう一瞬でね、あ、ついてる。え、なにこれ、くっついてるんだけど。蓋します。そう、色が黒っぽくなるんですよ。蓋必殺。えのっきを入れるか迷い中。えのっち、入れよ。鍋はヘルシーで、そうなんです。そう、ヘルシーだし、いろんな具材を入れるからよく作りますね。てか、なんなら最近鍋しか食べてない説。私冬になったらほんと鍋何個食べるか。なんとか、これ石突きなんだったっけ、ね、この前ね、覚えたんですよ。もう忘れました。で、半分だけ入れます。でもえのっちもね、すぐちっちゃくなっちゃうんで。わあわあわあ、ちょっと聞いてないよ、聞いてない、出過ぎ出過ぎ。しめっちーはね、ナイス。やっほー、こんばんは。こんばんは。やっぱ2個入れるべきかな。どうだろう、石突き合ってる。よかった。なんか料理動画とかでまずえのきの石突きを切ります、そしたらよく言うから覚えた。あ、どうなんだろう。でもこの前ちょっと高めの鍋の素を買ったんですね。その時に1個でやったんですよ。いつもは2個入れるけど、でも意外と足りたから今日も1個か2個か迷ってる。本当にちっちゃくなるよね。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。あ、そういえば皆さん、あ、ちょっとこの状態で今は、うん、お顔をね、10月17日6時からね、オンラインチェキサイン会がありまして、そちらのね申し込みが始まっているので、ぜひ待ってます。初めてのオンラインチェキサイン会ですので、とてもワクワクしております。ぜひぜひ。ほら、もうえのきがしなしなになってる。あ、申し込みました。ありがとう。あ、申し込み済んでます。楽しすぎる、欲しい。え、ありがとう、みんな楽しみな。そしてね、その週のね、ちょっともう申し込みは終わっちゃったんですけど、今日の1時までだったから、幕張メッセでね、直接お話が回るまで。そう、あ、無音で顔見るだけだけど、顔がねよくあんまり映らないっていう配信でごめんなさいね。なんかさ、なんか熱気とかでさ、前髪が、それは申し込まないと。え、ありがとう。待ってるね、ちょっと。うお、熱、熱湯いいな。ほら、こう見るとちょうどいい量なんですよね。あ、
じゃあ換気扇換気扇。ニンニク臭は嫌では。いやニンニクは好きだけどね。部屋がニンニクとはまたね別なんですよ。え、あともう一個入れよっかな。もう一個入れた方がいいかな。どう思う？乾かっちゃうんだ、乳酸。乾かします。そうです、ニューバランスです。どうしよう。もう一個入れよう。もう一個入れよう。もう一個入れまーす。入れちゃう。そうです。入れちゃいます。毒味は北沢さん。北沢さん呼ぼうかな。北沢さんね、さっき会ったんですよ。これ言っていい？ごめんね、北沢さん言うね。え、大丈夫でしょ？生姜焼き作るって言ってました。そう、北沢さん呼びじゃないですよ。イチゴティー。え、でも北沢さん、なんていうか。あ、いい感じ、いい感じ。私のね、理想のもうもやし全部入れちゃおう。腐らせるよりはいいんで。もやしを全部入れました。もやし鍋。人参も買ったけど入らないかな。こんばんは、こんばんは。自宅で料理よくする。料理よくします。料理よくしますね。お菓子作りがね、もともとは本当は好きなんだけど、オーブンがなくてできないのが悩み今。北沢さんはクリエイティングソルト。え、北沢さんも料理配信してるの？こんばんは、こんばんは。しけんさん、ありがとう。女子力高すぎ。え、ありがとう。そう言われるとね、もっと嬉しくなっちゃうね。お腹すいた。みんなの晩ご飯なんだい今日も。あ、お豆腐入れよう。お豆腐、タンパク質大事。今日は納豆も食べれてないので、ちょっと人参はまた違うご飯に入れます。こんばんは、こんばんは。豆腐ちゃんを入れます。サッチ、カワチ、ありがとう。こんにちは。フライパンでクッキー焼けるの？そういうのあるよね。もうやってない。今日はナポリタン。え、いいね、ナポリタン。ナポリタン好きよ、私も。そう、大豆の力、私超信用してる。大豆のこと、大豆のこと。怖い怖い怖い。切るときだけは座るとちょっと怖いんですね。豆腐入れます。残念、木綿ではござる。熱い熱い熱い、熱気が熱い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 、マジで熱い。換気扇のお湯光ったね。えー、確かにやりたい。ジャケット支援ありがとう。熱気が、大丈夫でした。豆腐の豆腐、豆腐の豆腐美味しいよね。サッチやっちーだよ。焼けたに気をつけて。ありがとう。焼けたしないでよね、本当にそうだよ。ありがとう。大丈夫そうでした。ちょっと弱火にします。フレームアウト、失礼した。もやし鍋になっちゃった。まあいっか。お鍋めっちゃグツグツ、熱々状態。湯豆腐、可愛い文字。
ピノ食べる。やめよう、プリンにする。サチ料理する、サチ料理しますよ。だし昆布は入れませんか。そうですね、プチッとラメに頼っています。もやしもキャベツもできたら、そう、本当に一袋と入れたんだけど、もやしとか料理しながら食べながら、これはね、自分でも思ってる。あとちょっとでできるから我慢したらいいのにって今日食べちゃう。スイーツ、めっちゃ合うそば。たまに作ってたんですけど、今はオーブンがないので作れていません。 OK、 ありがとう、待ってくれて。こんばんは。鍋の味見で半分ぐらい、それはやばい。まあ味見じゃないやん。オーブンが必要だよね。そう、オーブン欲しいんだよね。こんばんは、こんばんは。プリンがすごい、いや、もう全然、プリンはもう何年ぶりに食べたぐらい。チーヤつけるとコメント読まれるし。いや、別にそういう誰でもないけど。こんばんは、煮込みハンバーグ作りながらワイン飲んだりするスイーツいいじゃん。あ、デザートのってこと。何人前とね、1人前だけど、2人前入れちゃってる。スープの出汁はもやしはね、3人前ぐらいある。1袋でも、1袋って何人前なんだ。お疲れ様です、お疲れ様です。今日は、アサリとホタテのうま塩鍋でございます。今日はさつまいもふむしと思った。もう私はさつまいもがなくなった。マイケルさん、あ、この前クッキーのやつ見ました。いっぱいできるね、ありがとう。そう、ありがとう。鍋パ、鍋パ、一人鍋パします。いちごを含みに呼ぼうかしら。こんばんは、こんばんは。そろそろお肉を呼ぼうかしら。こんにちは、こんにちは。生姜焼きじゃなくなったのかな。結局結構あれなんだね、熱気、熱風、なんていうの、強力なんだね。学べたわ、学べました。やだ、大丈夫、ありがとう。そう、冷やして冷やして、よくやるのでね、氷は常備してます。ちょっと今のはね、どうですか。そうだよね、そうだよね、湯気ってそこからしか出ないから熱いよね。そう、蒸気リアルに気をつけて、本当にそれな、ありがとう。 そこからね、えのきがね、一粒ね、人一本なんていうのが、まな板の上に落ちたから、そこの穴からポイって入れたら湯気が鬼熱でした。そう、湯気が鬼熱だった。冷やし中、こんにちは。もうそろそろいいんじゃん。どう思う。まではお手軽でいいですわね。じゃあお肉切ります。上下熱パワーかなりやばいです。それな、うん、めっちゃやばかった今、激熱。ちゃん、こんばんは、こんばんは。豚バラッチーは今から入れます。サッチーやっほー。ちょっと待ってね、あ、お肉のあれが出てきちゃった。ちょっと待ってね、スススのスと
方しちゃった。お肉ってさ、何枚がさ、普通なんだろう。これ一生悩んでる。2枚 ?3 枚そうです。夜ご飯作ってます。でも4枚取れちゃった。ちょっと4枚は多いよ。これは冷蔵庫に入れます。多め。4枚って多い？4枚は多いか。豚肉好き。え、豚肉大好き。肉もしもし。でも2人前で作ってるから一応。なんでって感じ？確かに。なんかみずみずしいこのニンニク。タッパー持ってお伺いしたい。その頃にはなくなっているでしょう。直近。何か見逃した。お肉の出汁は、あ、7時9分ありがとう。ちょうど夜ご飯じゃない。じゃあアサリとホタテの旨塩味ってやつです。ニンニクが効いてるって書いてある。めっちゃニンニクのニュースだった。何作ってんの？今日はお鍋を作っております。切れてないよ。頑張ってください。ありがとう。あ、天ざるいいね。食後のコーヒーもいいね。せつは今日食後のプリンです。もういいかな、火止めちゃおう。この余ったお肉は冷凍します。ちょっとさすがに肉鍋すぎる。
感は合わない、サイズ感合わないラッキーでしたけど。ねえ、落ちたよ。これは冷凍します。全然消えてなかった。ショッキーです。トゥルタタラタラトゥルタタタラタラトゥルタタ教室からピクタク一人最近買ってないんですよね。前はね、ねえ本当に落ちないで。こんにちは、こんにちは。ありがとう。ねえ本当に全部落ちてるよ。シンクに私の私物がいつの間に。
緑がないね、確かに。でもキャベツ入れたんですけど染まっちゃいました、茶色に。めっちゃ私くぼちがち、絶対やると思う。から慎重に、せーのがさん、はい、いただきます。熱いから先に時計を取ってくれ。サリ麺はなんていうの、なんか普通の麺なんだけどラーメンじゃない、あ、なんかラーメン部類はラーメンだけど、なんだろう、韓国のそうそうもちもちした麺です。めっちゃ美味しいんですよそれ、もう超ハマっちゃって。何でできてるか見てみよう。もう常備してるんですよ。即席中華麺、油揚げ麺、小麦粉、でんこ、食塩、好みグルメみたいな、これです。カリ麺めっちゃ美味しい、安いですよ、1個70円とか。そう、鍋物に最適。そうそうそうなんですよ、配信食べるとゆっくり食べるからいい気がする。あ、めっちゃ話飛ぶんだけど、ぜひ買ってみてください。どう、サリ麺ね、初めて聞くよね。私も最近知ったんで、え、日本で全然スーパーとかに置いてるから。
さん美味しいです。柔らかさがぶっちょです、ね、え、待って、なんか落ちた。びっくりした、ズボンだった。サチの手よりリメンバーにもらったことあるんですよ、実は。で、いや、リサコに結構あるかも。あ、カスミンにもあげた。リサコとカスミンにはあげましたね。たまたまうち来て、そう、ポテトサラダとカレーだったんですよ。だからよく余ってたからあげました。リサコにはポテトサラダあげて、カスミンにはカレーあげました。あ、え、めっちゃあったわ、餃子もね、あげました。ひーちゃんとカナウとリエチに餃子あげましたっていう感じです。うん、うまっ。全体の打ち上げではね、なんと千代さんとお写真を撮っていただきました。もがめにもあげたんですけど、幸せのおすすわけでしたね。お母さんじゃん、確かに。え、でもそんな頻繁にじゃない、一回ずつみんなに、しかも一食分ぐらいだから、言うてあげてもないです、たまにあげるぐらい。美味しかったです、ご飯が。そう、千穂さんといいね、ごちそうになったこと。ないかも。え、わかんない、わかんない。ですです。ちゃんのご飯食べたことあります、めっちゃ美味しかった。あ、そうだそうだ、最初のサッチが広島に来て慣れない時にご飯を作ってくれました。だから忘れてた、その頃のね、記憶だったか、泣いてる記憶しかなくて。でも作ってもらった、そうだった、そうだった、懐かしい。はじめまして、めっちゃ美味しかったです。ホームシックの時、そう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 、なんだろう、チャーハンと味噌なすみたいなやつ、あと白ご飯とお味噌汁。あ、くしゃみです。めっちゃ美味しかった、マジでお母さんだった。そう、試験です、ありがとうございます。私の見事なマイク消し見ました、皆さん。すごい、本当にその1秒後ぐらいにくしゃみ出ました。え、すごくない、ちょっと自分の感動してる、ピッて消えて、ついについに見えた。そう、え、音は小さいですよ、ちょっと。いや、くしゅん、くしゅんでくしゅんです。おいしい、ミュートの達人、なんか味噌
私は1回じゃ止まらないですね。口音ぐらいでお願いします。え、なんだろう、なんか咳みたいな臭いって言われます。今の咳臭みってよく言われてた。千穂さんのくしゃみは聞いたことないです。あざとかわいい。部屋の家具？部屋の家具はね、家族で決めました。家族で、そんな家族会議ってことじゃないけど、まあ、自分の意見を言って、どう思う？いいね、かわいい、じゃあこれにしようっていう感じで淡々と決めましたね。まだね、最後は見えてないんですけど、見ましたよ。かっこいい。桜坂大好きなんですよね。昨日、おととい？昨日？そう、桜トークしてました。いちごって言って。でも私は全然、いちごには大負けですね。ファンドが。そう、勉強しますって感じ。しますよ、よくよくっていうか絶対なんですけど、そう、これ1回の量で何回か食べます。こんばんは。時計があります。右には。鍋の締めはだいたいサリ麺だいたいサリ麺だけど、最近は、今日はどうしようか、今日はご飯の気分です。焼酎飲む。意外とニンニクは普通にちょうどいいニンニクだから美味しいです。雑炊です。そう、鍋の締めは雑炊にしようとですね。卵がね、好きなんですよ。ちょっと第2陣食べよう。シチュー陣どうしよう。でも、もやし一袋も入れちゃったよ。食べようと思ったら全然食べれるからさ、迷ってるんですよね。やっぱ鍋はエノキーズが美味しすぎる。でも、もうもやしと合体してるわ。第2陣です。こんばんは。そう、鍋のいいところは本当にそう、野菜が取れる。あと洗い物が一つで済むってとこが大好きですね。でもキムチ鍋した後油がすごかったから大変、意外と。あ、
もやし長いなこれ。鍋を作って食べました。食べてます。今豆腐は悲しい形になってしまいました。うん、皆さん試験です。あ、試験じゃないです。あの、Amazon プライムに入ったんですよ。おすすめの映画ありますか？この前ワンピース見ました。レッドフィルム、あ、またフィルムザレッド、フィルムレッド、めっちゃ面白かった。何系が好き？ホラー以外だったらもう何でも興味があります。琴の葉の庭っていう映画。なるほど、歌、そう、歌のやつです。呪術廻戦、あー、え、呪術廻戦あるの？よく聞くよね。見よっかな。でもそう、ワンピースをそれで見てめっちゃえ、ワンピースって面白いって思っておおと思ったんですよ。けどもう何百あるよね確か。終えるかなっていう不満がある。ワンピース面白かった。あ、100とかじゃないんだ、1000とかなんだ。それはそれは1話から見たらすごいことになりそう。そう、映画だけでも推しの子見てないんですよね。なんか怖いって聞いちゃって見てないんですよ。ワンピース、お祭り、あ、え、それ見ようかな。ワンピース今ハマってるんです。お祭り男爵と秘密の島、線は超えてるんだ、すごい。おおと思えば、あ、今日メグ、あ、そう、メグ1見たかったのに有料でした。ワンピース誰推しですか？でもなんか語れるほどまだ全然見てないんですけど、まああの中だったらなんだろう、え、あの、やばい、ダメ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 、本当ににわかなの私。レッドだけ見て面白いって思ってる。面白かった。でもそれでもいいなら語ると、もう待って待って、あれが好き、あの麦わら一族のあのナミじゃない女の人がすごい好きだった。かっこいい女の人。ロビンかな。あ、ロビンちゃん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 、え、めっちゃかっこいい。あ、なんかそう、ああいう女の人に憧れるから好きなんですよね。シャンクスもかっこよかった。そう、ロビンちゃんが好きでした。でも本当にフィルムザレッド、歌のやつしか見てないので。2でハマっちゃったんですよ、サメ映画。そう、でもあれをお家で一人で見る勇気はないかな、ちょっと怖いです。うん、
あ、恋の形小説で全話だけ見ました。前編後編があって前編だけ読みましたね。あと今漫画をちょっと読んでました。そうねえ、そう、結末をだから見てないんですよ恋の形あるかな、見よう、いいですね。15分になったら終わろうかな。それきれいなら4月は君の嘘一択聞く、見よう、いいですね。サッチはプリキュアとか、プリキュアめっちゃ見てた。プリキュア、プリキュア、ふ、いつが時代かな。おすすめのはもう去年か、ネットフリの、ネットフリか、ネットフリじゃないからそうなんですよ。飛んで埼玉見てない。っていう感じですよ。ありがとうございます。そんなね、キャベツ美味しい、しみきしみ。照明みたいなんですけど、やっぱ戦うシーンがね好きですね。アクション映画やっぱ面白いなって思った。そう、あと個人的になんかもともとは敵だったけど、なんか新しい敵が現れて、その敵と主人公とかたちがこう一緒に戦うっていうのが好き。そういうストーリーが好きめっちゃ特定的だけど、そう、なんか今日は仲間、今日だけは仲間じゃみたいな感じで仲良く戦うのなんか好き。美味しいです、とっても。そう、戦いながら成長していくアニメとか好きですね。ジョン・ウィックっていうのがやってるの今。ワンピースエピソードオブチョッパー、あ、そういうのも好き。なんか普通にいるけど実は過去が辛い。あ、そう、その点で私は鬼滅の刃が大好きなの。そう、鬼滅の刃は本当に泣ける。もう漫画前回見ました。これはね語れますよ分かんない分かんない、嘘。そう、鬼滅は本当にね好きなんですね。何回も読んでる漫画。でも山口に置いてきちゃったから最近見てないけど、アニメも全部追いました。そう、こんばんは、こんばんは。そう、鬼側のエピソードも泣けるんですよ。そう、原作読んでなくてアニメは見てる。あ、でもね私それ多い東京リベンジャーズとか。そう、出遅れました。何作ったの今日はね、お鍋作りました。ちょっと食べかけだからあれだけど、お鍋
作りました。そう、鬼滅いいですよね。鬼滅は本当に大好き。サッチヤッホー、サッチヤッホー。そう、鍋チーです。今日はえ、転生したらスライムみたいなやつ見たことないです。どういう話なんですか、あれは。ワンピース見たいんですよね。え、アニメでってこと。線は追うか迷い中です。進撃もね、見てない。進撃は怖っ、まあ、見たことないからあれだけど。サッチサッチヤッホー。異世界もの戦う系ですか。鬼滅はコミック全巻持っているだね。そう、持っているだねなんですよ。そう、今刀鍛冶編までアニメでやって、それからどうなるんだろうって感じなんですけど、どう思います皆さん。映画ですかね、やっぱり。めっちゃ見たい。そう、エーナベアです。戦うなんだ、じゃあ見よっかな戦う系好きです。アクション映画、綺麗な戦いが好き。なんていうのとか、あんま出ないやつが好きですね。でも綺麗な血、綺麗な血、なんていうんだろう、うん、そう。あ、そっか、アニメか。こんにちは。天スラはなんとかすぎて逆にいい気持ち。なんとかすぎて、ほうほう。リップが取れちゃったそりゃそうか。あ、43分になったから、そろそろ壇上を読みます。今のところシンゴジラ、ゴジラでも好き。サメとかも好きだから、ゴジラもちょっと気になってるんですよ。それでは壇上を読ませていただきます。13位平次さん、12位ラブリー48&46 さん、11位ギルスさん、10位ヤマトさん、9位セクシーナネイルさん、8位炭酸せんべいさん、7位トンさん、6位リョウチさん、5位ユキオさん、4位マッツンさん、3位 KEVPH さん、ありがとう。2位ヤスベイさん、ありがとう。そして1位はクマネパパさん、ありがとうです。ありがとうございました。パチ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 、皆さん配信ありがとうございます。今日は初めて鍋作り料理配信をしてみましたが、どうでしたか。ありがとうございました。ギリギリ見えた、間に合ってよかった。いや、こちらこそありがとう、見てくれて。配信ありがとう、配信楽しい、ありがとう、ありがとう。平成カメラさん、あ、ありがとう鍋パ痩せた本当に。手芸のさ、またの、前々どうせ食べて、そう、ちょっとね、配信が終わったら残りのお豆と雑炊とプリンちゃんを味わいたいと思います。皆さんも夜ご飯をしっかり食べた方もゆっくりしてください。食べてないこともしっかり食べましょう。それじゃあバイバーイ、また見てね。バイバーイ、ありがとう。あ、間違えた。それじゃあね、またね。